いや、皆様、こんにちは。今日は、男性な目標会、目標婦人会、2015年村盛り法要ただいま、ご一緒させていただきまして、長年、こうしてこの会館にお盆いっぱいになったのは、今年が初めてのようです。この本堂におられます阿弥陀様方は仏様ご先祖様の皆様方が今日はこうして会館が満員になったことは大変お喜びのことと思います。私も長い間ここに8年間勤めますけれども、今年だけがこれだけ皆様お参りいただいてもらったことは本当に嬉しくてなりません。どうもありがとうございます。ずっとこの前も前から年々お盆法要が衰えていき、大踊りの数が欲していき、残念なことにこれじゃ長続きしないよと思ったので、丸翔君とも話し、また重慶老骨の幹部の方とも話しまして、今年はアドバンチーナもおさとくるすからデラセーナの間みんなご紹介しまして、ね、盛大にこれからお盆法要やりたいなと話し決まりまして、アドバンチーナが一番にでデラセーナからも重慶老骨からも大勢来ていただき、来て賑わっていただき、本当にありがとうございました。お盆法要と申しますと、何と言ってもやっぱり木蓮尊者が一番に出てきますんですけどね。木蓮尊者という方がもう、お母さんの居所を突き止めて、その突き止める力というのは神通力という、その神通力の力によってお母さんの居所を突き止めたところは、お母さんが、ね、衰えて何にも食べない飲みもしないので、もう骨皮と自分でボソッとしているのを見て、もうフレンズがびっくりして、ね、何を持っていってごちそうを持っていってもお母さんに差し上げると、お母さんの口に入れようとすると食べ物がみんな火になって食べられなくなる。で水が欲しいと言われるので、もうクレンさんが切って水を取ってきてあげると、その水までが火になって飲めなくなる。でこれじゃ大変だというので、もうクレンさんは、お釈迦様のことに走り吐きるって言って、なんとかしてお母さんを救ってほしいってしたところが、どこどこで今、ね、たくさんの偉いお坊さんがお集まりになって供養してるから、そこ行って、お母さんの名前を挙げて供養してもらいなさい、それには、ね、衣食住を伏せてください。衣食住って言いますとね、衣は 着物、食は食べ物、衣はもうですね、こういうものをたくさんお布施したたりと言われたので、その通りにして供養していただいたら、お電話してからお母さんのところに訪ねていったら、お母さんがそこにいなかった。それでお母さんの居所を追えないから、またあちらこちら探してやると言ったら、お母さんがお嬢さんで立派な仏になって、こうやって、お母さんを見て喜びのあまりにこうして飛んだり跳ねたりね、こうしたのが今日の盆踊り。2000数百年の間、毎年毎年毎年こうして日本まで、インドから市内を渡って日本に渡ったこの盆踊り、盆法要は今日までこうして続いてきていることを、私たちは
で、ね、木蓮尊者を感謝する日でございまして、ね、木蓮尊者と言いますとですね、これはお釈迦様の代理のお弟子さん、一番のお弟子さんがシャーリーホン、今も阿弥陀経を、ね、お勤めさせた中に木蓮尊者が2番に言われてますけども、ね、ちょっと木蓮尊者と言わないで皆さん分かりませんと思いますね。1250人くね、改正大アーナカン、シャーリーホズ、木蓮連、まあ、木蓮連、だからその人は2番目で、うん、木蓮尊者、ね、神通に見てもすごい、第二のお弟子さん、その方のおかげで今日まで私たちが盆法要、盆踊りをこうして、続けさせていただくのを、感謝せざるを得ないでございますと、また私の話もあまり長く下手くそで、下手にくそまでついているからあんまりできませんので、これから、私たちの場を見た共選長、梶原比芸先生に講話をじっくりとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では皆様方、時間をもって、ご清聴ありがとうございました。はい、それでは続きまして、梶原先生の法話を皆さんこの長い間お聞きになってください。